75丁目、エルダー・ツ・レーン駅は、ブルックリンクとクイーンズク・サの75丁目と、ジャマイカ・アベニュー交差点に位置するニューヨーク市地下鉄、BMT ・ジャマイカ線の駅である。Z 系統が、ラッシュ時混雑方向に、J 系統がそれ以外の時間帯に停車し、ラッシュ時混雑方向の J 系統は通過する。駅は1917年5月28日に、開業。 相対式ホーム2面2線の高架駅である。当駅はブルックリンクとクイーンズ区の境にあり、駅の南端はブルックリンク内にある。ホームには茶色い支柱に緑の屋根が両端を除く全体に設置されている。駅のアートワークはキャサリーン・マッカーシーによる5ポイント of ・オブ・オブザーベーションで1990年に設置され、ジャマイカ船内ほか4駅でも見ることができる。 1980年代まではエルダーツレーン側に改札があったが1988年2月20日に閉鎖されたためエルダーツレーン側の出入り口はなくなっている。現在開いている改札はホーム北側の1カ所のみで地上への階段は75丁目とジャマイカアベニュー交差点の北東と南東に通じる。ありがとうございます。